はい、2つ目はね、まあ、話題というか議論ですかね、僕が思っていることを発表するということになっちゃう、感じなんですけどね、はい、まあ、賛否両論っていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、佐藤駿君とか三浦佳生選手についてですね、はい、意見をいただきましたんで、そこをちょっとお話ししていこうかなと思います。ちょっと明かり、こっちの方が。背景、あ、こっちは悪くないですね。はい、ちょっとやっていきますね。はい。みるみるさん、よろしくお願いいたします。どうもです。三浦選手はどういうルール変更やジャッジ傾向でも認定され減点されないジャンプの持ち主です。飛んでから降りるまでの空中放物線は一級品。佐藤選手はルッツとフリップがまだ曖昧でクリーンではない。でも佐藤選手は気づいているので、今少しずつ矯正中ですね。ということなんですが、個人的には佐藤君のルッツジャンプは一級品かなと思いますね。まあ賛否両論あるかと思うんですけどね。ただフリップジャンプはおっしゃる通りですね、ちょっとまあフラットになっちゃう部分があるのでね。三浦佳生選手のジャンプも素晴らしいんですが、佐藤選手もかなりすごいかな。4回転トーとか4回転トーループとかに関しては、非常に彼はジャンプがコンパクトですね、佐藤駿君は。三浦佳生選手は僕まだそこまで見たわけじゃないんであれなんですけど、ただいずれにしても迫力がありますね、三浦佳生選手は。なので2人とも、まあ、少し似てる感じかなとは思うんですけど、ただまあ佐藤駿君の方がジャンプがコンパクトで、三浦選手の方が爆発的な感じでジャンプを飛んでる感じがあるので、まあ、今後この2人がどうだ切磋琢磨して頑張っていってね、三浦佳生選手とかも4回転ループがもう飛べてるので、そうなってくるとね、すごいレベルになってくると思うんですけどね。で、もう一つコメントをいただいていて、フィギュアでは近い年代だと、スケート年齢の差が、ハンデになるのですが、同時に鍵山君が佐藤君と、シニアデビューしていれば、GOE は三浦君がトップ、2人はもしかしたら Q やアテンションがもっとついたでしょう。つまりこれは三浦君がもっと、同じ時に佐藤君と鍵山君と同じ時にシニアデビューしてたら、三浦選手は、鍵山君とか鍵山君とか佐藤選手は、球威やアテンションがもっとついていたということですね。まあ、これは比べてということになりますね。後からのデビューなので、先に高い GOE で確定した鍵山君に GOE で差をつけられないので、スピンとか見かけべしですね。ということなんですけど、これについてはちょっと、先にデビューした後にデビューしたというよりも、鍵山選手の絶対的な能力は僕はかなり高いと思っています。だから鍵山君がもしも後だった場合でも、多分世界的に高い評価になるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、ジャンプもスピンもステップもスケーティングも全てバランスがいい鍵山選手はかなりいいと思うので、あまりデビューの年齢っていうのはどうなんですかね。まあ確かに実績点という意味では PCS がこう出るためには、まあ、実績もちょっと関係あるんですけど、ただ鍵山選手は結構シニアデビューしたあたりからもうすでに高い PCS を持ってるので、だからまあ絶対的な高い能力、もうジャッジが点数をつけざるを得ないくらいのレベルの高いことはやってると思うので、しかもそれも世界的に評価されてるかなっていうところがあるかなと僕自身思うので、鍵山選手はこの3人の中でかなり質が高いと思いますね。ただ佐藤駿君もここ1年でかなり急進してますので、これからどんどん上手くなってくるでしょうし、三浦佳生選手も今年シニアデビューなんで、だから全然全然、まだまだ、これからですよね。全然これから。まあ、そういった意味で3人がもし並んでいたら、もしかしたら違う結果になってたかもしれないので、まあ、まあ確かになっていうところあるんですけど、鍵山選手は、スケーティングとかで2人をかなり、比べるんだったら、
そういう時期、鍵山選手の方が圧倒的に僕は、質が高いと僕は思ってます。比べるならばですね。はい、ただ、まあ、おっしゃるあの佐藤選手も三浦選手もこれから あらゆる要素で磨きをかけていくと思うので、まあ、楽しみだなと、北京五輪終わった後以降も楽しみになってくるかなと思ってます、はい、そんな感じですね。はい、ベルモットジムカーさんよろしくお願いします。カブ君の言う通り大沢は素晴らしいコーチです。現に奇妙な、羽生結弦を五輪チャンピオンに育て上げ、ハビエル・フェナンデスを五輪メダリスト世界王者にしたわけですか。そうですね、すごいですよね。ただ、王さんについてもダメになった生徒、対戦しなかった生徒も大勢いるのも事実です。そうですよ、おっしゃる通りです。クリスティ・ナガオ、アダム・リッポン、エリザベート・トゥルシンバイバ、ナム・ニューエンなどの教え子ははっきり言って、うまくはいかなかったと思います。そうですね。正直言っちゃうとそうかもしれないですね。メドベージャーも王さんにつきましたが、良くなったとは言えません。そうですね。確かに。うん。結局は王さんについたと、もう、コーチの相性が悪ければ、選手は対戦しないということです。うん、おっしゃる通りですね。だからやっぱ、そういった意味ではやっぱり、素晴らしい先生もそうなんですけど、やっぱ先生と生徒の相性ですね。これがやっぱ一番いいと思うんですよね。で、だからアルテニアに習ってダメになった生徒が多いというのは間違いです。実際、ネイサン・チェンはあそこまで強い選手になりました。ネイサンは一人だけの力だけであそこまでの選手にはなれません。アシュリー・ワグナーも世界選手権のメダリストになれました。確かに。うん。彼女は特別才能があったわけではありませんが、アルテニアに習い、ジャンプがかなり良くなりました。そうそうそう。それは思います。同じです。だから、アルテニアコーチが世界屈指の凄腕コーチなのは事実です。五輪メダリストはまだ育て上げたことはありませんが、ジェフリー・バトル、ネイサン・チェンと、世界王者を複数敗、輩出しているのを見ても、フィギュア、世界屈指の名コーチだと思います。そうです。それはね、間違いないですよ。間違いはない。ただ、まあ、一番やっぱり大事なのは、まあ、その名コーチであることは確かだと思うんですけど、やっぱり生徒と先生の相性ですね。これがやっぱ一番大事かな。やっぱり、うん、なのでまあ確かにすごい腕振り子でコーチもいいんですけど、まあ相性、それが一番大事かと思います。で、真央ちゃんに関してはもしね、あのアルテニアンコーチを続けていたらね、また結果は違っていたかもしんないですけど、でもそれは先ほどの動画でお話しした通り、あのなので、うん、まあたらればになっちゃいますけどね。うん、まあでもアルテニアンコーチも素晴らしいことに変わりないし、僕は王さんもすごいと思うんで、2人のコーチがそのなんか全くちょっと違った、まあアルテニアンがちょっとアグレッシブな感じの教え方するのかな、わかりませんけどもね。でも2人のコーチ、あのブライアン王さんのところで今頑張っている韓国のチェ・ジュンファンなんて本当にね、コツコツ頑張ってますね、彼も。だから本当に最近良くなってきてるので、まあ、相性かなっていうところですかね。うん。はい。ではね、これで終わります。